こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。へえ、超大変なんだ。ニョッキを買うのって大変なことなんだね。なな、な、変態するのは大変なことだって。ついに禁断の実験に手を出してしまったのかよ、霊夢。キノコと人間を合成獣を作るとか、バレたら大変なことになるぞ。え、キノコ？違うわよ。いろいろな生き物について調べていたら、買ったら大変なことになる生き物というのがいたから、調べていたの。そうか。確かに、生き物の性質とか知っとかないと買った時に大変なことになるよな。そういった話であれば、買うと大変なことになる生き物の解説でもしてやろうか？いいわね。じゃあ、今日は買うと大変なことになる生き物のことを教えてよ。了解だ。では今回は買うと大変なことになる生き物6匹について解説していくぜ。OK、早速解説を開始してちょうだい。任せろ、と言いたいところだが、その前に。ちょっと、何じらしてくれてんのよ。チャンネル登録と、高評価ボタンを押してくれると、モチベが上がります。よろしくお願いいたします。てへぺろ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。では、早速紹介を始めるぜ。最初に紹介していく買うと大変なことになる生き物、一匹目はみんなのアイドルミドリガメだ。何をどうしたら、これがアイドルになるのよ？すべては捉え方次第。アイドルだと思えば、すべてがアイドルに早変わりだぜ。何それ、新手の精神論？斬新な見方をするな、霊夢は。さて、ミドリガメについてだが、このカメは爬虫綱カメ目沼ガメか赤耳ガメ属に分類される生物なんだ。また、赤耳ガメが正式名称でミドリガメは別名になるぞ。緑は別名ね。絶対にわかってないだろ。まあいい。それで、ホームセンター等でも、よく販売しているのが目撃されるミドリガメだが、ペットとして人気の高いカメになるんだ。しかし、実はカメを飼うのは意外と大変なんだよな。どういった部分が大変なの？まず大変なこと一つ目は体温の調節だな。カメは自分で体温の調節ができない変温動物でな。日光を浴びてその太陽熱によって体温を調節しているんだ。しかし、それゆえに体温が低いままだと徐々に弱っていってしまうんだぜ。ふむふむ、つまり、ザ・爬虫類ってことね。それで他には？大変なこと、二つ目は病気の予防だ。カメは甲羅に紫外線を浴びることによって病原菌などを殺菌するほか、骨や甲羅の維持にも紫外線が必須になるんだよ。だから日光浴をしないと病気になったり、甲羅が変形したりするんだぜ。大変なこと、三つ目は水槽の清掃だ。餌を食べるのも水の中、糞をするのも水の中、睡眠も水の中だからな。当然、水槽はすぐに汚れてしまうんだ。だから、頻繁に掃除をしてきれいな水に変えてあげないと弱って病気になってしまうんだよな。水の交換頻度としては最低でも、3日に1回程度は交換しないといけないぞ。3日に1度くらいならなんとかなるかな？いやいや、可能なら毎日変えてくれよ。ちなみにミドリガメの寿命は20から40年であるとされていてな。さらに、幼体から成体に成長すると、約30センチメートルまで大きくなるぜ。あと、これは注意点になるが、現在でこそ特定外来生物に指定されてはいないものの、近い将来特定外来生物に指定されることが確実視されているようなんだ。そして、特定外来生物に指定されるようになった場合、無許可での販売、飼育、そして野外へと放つなどの行為が全て犯罪となるから、飼うなら細心の注意が必要になるぜ。犯罪者ですと？ああ、そうだぞ。スリリングな生き方がしたいなら飼ってみろよ、霊夢。全力でお断りするわ。さあさあ、次行こうか。続いての飼うと大変なことになる生き物、2匹目は親愛なるアミメニシキヘビタンだ。いやいや、これ、普通に飼えないでしょうが、完全に説明不要でしょ？そう言うなって、せっかくだから、解説させろよな。仕方がないわね。なら聞いてあげるわよ。さて、アミメニシキヘビだが、このヘビはニシキヘビかニシキヘビ属に分類される生物になるぜ。
また、この蛇は特定動物に指定されていてな。別名をレティキュレートパイソン、レティック、マレーニシキヘビと言うんだ。ふむふむ、それで？それで生息域は、インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ミャンマー、ラオスなど、南アジアや東南アジア一帯だぞ。このアミメニシキヘビだが、オオアナコンダとともに、世界最長のヘビとされていてな。最大全長 9.9 メートルまで成長すると言われているぜ。ちなみに全長が同じ程度の場合はアミメニシキヘビより、オオアナコンダの方が重いようだ。まずアミメニシキヘビを飼う上で最大の問題点は、アミメニシキヘビは特定動物に指定されていることだな。日本では動物愛護法で定められた人間に危害を与える恐れがある特定動物に指定されているものを飼育するためには、知事もしくは政令指定都市の市長に届け出て、許可を得る必要があるんだ。また飼育する設備についても一定の基準を満たした折り型施設を使うことなどが法律で義務付けられているんだよ。しかし、2017年に横浜市の許可を得たアミメニシキヘビが逃げてな。それゆえに法改正を受けて、2020年6月以降は特定動物を愛玩目的で新たに飼うことは禁止されてしまったんだ。そりゃあ、逃げられたなんてことがあったら、そうなるよね。ああ、そうだな。言うまでもなく、法令で禁止されているから飼ったら罰せられるぞ。また内緒で飼育して逃げられた場合、正直、蛇は人に懐くような生き物ではないから基本、飼い主のことも認識できないし、迷子になった犬が戻ってくるようなこともないだろうな。そして、一番最悪なのは蛇が飼い主や周囲の人を害することだぜ。まあ、そんなわけで次に行くか。うっほほい。さて、続いて解説する飼うと大変なことになる生き物3匹目は、ミニミニなお魚さん、カダヤシだぜ。硬い足ですって？言ってない、言ってないぞー。さて、カダヤシだが、カダヤシ目カダヤシかカダヤシ属に分類される魚の一種になるぜ。ちなみにカダヤシは北アメリカ原産でな、日本でも外来種として生息域を広げているぞ。それで、この魚の名称だが、蚊の幼虫であるボウフラを捕食するため、その名前が付けられたんだ。ふん。で、どうして飼うと大変なことになるの？このカダヤシは実は特定外来生物として指定されていてな。日本国内で、販売、譲渡、使用が制限を受けているんだ。また保有が禁止されており、もし飼っている場合には最高で3年の懲役。または300万円の罰金刑の対象となる可能性があるんだぜ。さ、300万ですって？そんなの払いたくないわよ。え、ちなみに、もう飼っちゃっている人は、間違ってもカダヤシを川に戻すとかしたらダメだぞ。何せ、カダヤシは縄張り意識が激しく攻撃的な一面も持っているからな。そんなことをしたら、野生のメダカや他の稚魚を追いかけ回し、尻尾をちぎったりと周辺に被害を及ぼし、子供を産めば最大300匹程度まで爆発的に増えるから目も当たられないことになるぜ。つまり残る手段は、もう、言わなくていいから。わかった。次行くか。はいはい。続いて解説する飼うと大変なことになる生き物4匹目は、自由奔放な猫タンだぜ。おお、猫タンね。でも猫タンって可愛いでしょ？どこが飼うと大変なの？うむ、まず猫タンを飼うのが大変なことになる理由その1は、甲状腺機能亢進症になりやすいことだ。性病は喉の付け根あたりにある甲状腺から過剰にホルモンが分泌する病気に罹患しやすくてな。ちなみに甲状腺機能亢進症になった場合、穏やかだった猫も起こりやすくなるという変化が見受けられるようになるんだ。また、食欲不振と低下を引き起こすので猫の体重はどんどん減少していくな。さらに、猫は高いところから受け身を取って着地するから、時には足に負担がかかってしまい骨折や捻挫を起こしやすくなることもあるぜ。ちなみに骨折や捻挫を頻繁に起こしてしまうと関節炎へと発展し、足がだんだん動かなくなるから注意が必要だな。あとはトイレのしつけの問題と爪研ぎの問題だぜ。放し飼いにしている場合、マーキングの関係もあり、室内のどこにでもしてしまう可能性があるので、そうなったら大惨事だぞ。とにかく、
トイレは砂の上ですると理解させるまでが大変だな。また爪研ぎに関しても、爪が伸びてくるたびに木材などの硬い場所で爪研ぎをしたがるから専用の爪研ぎグッズなどで備えないといけないぜ。そういうわけで、次行こうか。ではでは、飼うと大変なことになる生き物5匹目行くぜ。お次はラブリースズメタンだ。スズメタン、飼いたい。こらこら飼ったらダメだぞ。ではスズメタンを飼うとなぜ、大変なことになるのか話していくか。ちなみにスズメタンの生息地はだな、西はポルトガルから東は日本までユーラシア大陸各所という広大な範囲になるぜ。またスズメタンの場合は狩猟鳥獣に含まれるので、狩猟免許を取得し、毎年度ごとに狩猟前に登録をし、狩猟税5500円から16500円を納付した後、法令に基づいて決められた狩猟期間中なら網や罠量、重量といった法定療法で狩猟できるんだ。それで狩猟でスズメタンを捕獲した場合は狩猟した本人に任せられるぜ。その場合は焼いて食べてもいいし飼ってもいいんだが、獣害防止や個体数の調整といった理由があれば都道府県知事に許可申請さえすれば捕獲許可が出るんだ。しかし、それは上記の場合は特別な事例であって、スズメタンは愛玩用としての捕獲許可が出ることは、まずないんだよ。まあそんなわけで鳥獣及び鳥類の卵を捕獲、採取、損傷することは鳥獣保護法第8条で禁じているから、この法律を違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられるから本当に気をつけないといけないぜ。スズメタン飼えないんだ？残念。さてついに最後の紹介だ。飼うと大変なことになる生き物6匹目は、コツメカワウソだぜ。おお、めちゃくちゃ可愛いじゃないの？飼ってみたい。それでコツメカワウソだが、哺乳綱食肉目イタチ科爪なしカワウソ属に分類される食肉動物なんだ。また、インドネシアのジャワ島、スマトラ島、ボルネオ島、カンボジア、タイ王国、中華人民共和国南部、ネパール、バングラデシュ、フィリピンのパラワン島、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスが生息地になるぜ。さて、コツメカワウソだが国際自然保護連合のレッドリストで危急種に指定されていてな。通称ワシントン条約の絶滅の恐れがある生き物にあたるため、商用取引は原則禁止で、個人間の無症状とであっても、コツメカワウソをペットとして譲り渡すことができないんだ。そのため、コツメカワウソをペットとして譲り渡すことは原則できないぜ。もっとも例外として、すでに国内にいるコツメカワウソや、国内のペアから生まれたコツメカワウソは、条件付きで、販売や譲渡が可能だが、国内で飼育されているすべてのコツメカワウソは、国際希少野生動植物種として個体登録申請が必要で、その登録料も一緒に譲渡する必要があるんだ。しかし、そんなことは、まずないからペットで飼うことは厳禁だぜ。何せ違法になっちまうからな。お縄になって欲しくなかったら、可愛いからって飼わない方がいいぞ。逮捕されるのはやだよ。それはそうだろな。まあ、なんであれ今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。